今日は何を教えていただけますか？今日は鶏肉料理3種類です。鶏肉大好き。まず店名、はい、鳥取県の地鶏、唯一の地鶏と言われる鹿野町のピオですね。これを使ったソテー、あ、ピオ、はい、それから、唐揚げですね。大好きです。それとあとは手羽先の唐揚げ、これパリパリになるんで、そうですね、はい、ちょっと粉の使い方に秘訣があるので、その辺をポイントですね。はい、パリッとできるように、はい、やります。先生注文してくださいね。はい、はい、お願いします。はい、じゃあ、はい、レッツクッキング。ないので皮に。普通の鶏肉より皮分厚い。分厚いですね。はい、ちょっと。こっちにも。で最初。でちょっと半分ぐらいに切るね。二、つまみぐらいですね。両方振りたい感じですけど。でこれでちょっと20分程度なじませます、ね。はい。はい、油にちょっと。ニンニクの香りを。ほっこげちゃうんで、皮目から焼きます。ちょっと強火で。パリッと。わあ、いい匂い。さすると、うん、あのパリパリになったやつがぐにゃっとなっちゃうので、あの。しないんですね、ステーキの場合は蓋しない、うん、なるほど、なるほど、すごい、すごいきつね色、結構熱いんで、満タンの、うわぁ、この辺はこうするし、そして中がグラグラとなってるとまだ火が通ってないなって、もう断面、その断面に言ってますね。その断面の断面に言ってますね。次は何の料理をしますか？手羽先のパリパリ唐揚げ。パリパリ唐揚げ。皮がパリパリになるから。なるほど。楽しみしてます。はい、では、はい、じゃあもうこれはもう本当に味付けだけなので、はい、はい、切り込みとかもいい、まあ、いらないです、このままで大丈夫です。はい、はい、もみもみ、はい、胡椒、胡椒ください。はい、美味しいですね。はい、もう分かってる。それでニンニクですね。全部、うん、そんなにいらない、それぐらいで。3g ぐらいね。これがポイントなのよ。これがポイントです。お米で作った、まあ、いわゆる米粉です。はい、その米粉を、うん、少々、少々まぶす。3、4、5、6、うん、まぶす。はい。この感じです。この感じです。今日はもう何にもしなくて、このまんまでやってもちゃんと上がります。あんまり良くない。大きい感じになりました。はい、じゃあ、はい、うん、いい色
揚げに行きたいと思います。はい、はい、まずは切るからですね。これ国産のやつはちょっと大きめです。1枚260g ぐらいあるんですけど、こっち側がもものなんていう先端部分というかね、ですよね。でこれをこっち側から広い方から切って、ここをこういうふうにやります。でこれをまあこれぐらいにしていくってことですよね。8等分ぐらいのやつかな、これだとね。ちょっと小さいのが良ければ8等分ぐらい、それで5g、小さじ1杯ぐらい、ちょっと多めがいいよね。これあの白胡椒があった方が本当はいいです。生姜全部入れますね。同じぐらいかな。ドバドバ砂糖はいいですか。砂糖も入れる。砂糖も入れる。なんであの砂糖は私入れたことないな。ああ砂糖に唐揚げってあんまり砂糖がありません。あるんだ。あります。お店でも入れる。入れてます。へー、砂糖ちょっと20分ほど置きます。20分ほど、はい、この段階で漬け込んでいきます、うん。卵2個ぐらい、まあ、その家だったら1個でいいと思います。今日多いので、唐揚げ卵使う。中華風は卵入れますね。あの衣があのふわふわ、さっくりふわふわにするために卵を入れてください。最初からあんまりいっぱい入れずに少しずつ入れてという感じでいいですか。あ、そう、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、こんくらい、うん、もうちょっと入れます。はい、OK です。この感じでいきます。あんまり全部さっくり混ぜない。混ぜない。ちょっと上に、そう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 、だからこうなんていうのかな、上に残して、そうそう、こういう感じでちょっとこう片栗がこう、じゃあお家では、うん、先にあの小麦粉でやって、うん、片栗粉別の皿にやって、そうそうそう、それも OK。 それも OK。 あ、それも OK。 うーん、やってみます。これ1個取って、これもまぶして薄くね、ね、これ以上、はい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 、これはいい感じ。あ、これいいですね。はい。これあるんで。うん、いい色。いい色。あ、これが袋の味ですね。これは。おじさん味。白いところがこの片栗の。オーロラなんです。なんかこれ見て、萌えちゃんのやつ真っ白。わかるんだけど。ほら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 。入れすぎなのね。つけすぎなのね。こういう感じでオーロラなの。ああ、あんまりつけすぎるとダメですよ。だからさっきちょっと混ぜてたんで、うん、このオーロラを出すためにこう混ぜました。ちょんちょんで、これはなんとお店の、あ、いいですね。はい、基本になるから、これが全然違う。私多分萌えさんのThank you.
たいけどね。地鶏です。パリパリの手羽先、はい、手羽先以上。ごちそうさまでした。バイバーイ。チャンネル登録。